Hey guys, it's Kana ごきげんよう皆さん、かなです。今回はかながカリフォルニアで一番大好きなパン屋さんを紹介していきたいと思います。ここアナハイムにある岡山工房ベーカリーさんなんだけど、ディズニーランドとかエンジェルススタジアムからもすごく近いから、よくカナがディズニーランドに行く前とか、あといろんな子にもおすすめしてるぐらい大好きなパン屋さんで、日本のパンが食べれるの、そうすごい美味しいパンが食べれるから、みんなにも行ってほしいなって思うので、これから中に入って紹介していきたいと思います。では Here we go。はい、こんな感じ。日本のお惣菜パンとか、おやきのね、パンとかもあって、すごいユニークなパンがいろいろあるの。でね、パンも毎日焼きたてのパンを作ってるから、すごく美味しくて、もうね、本当に今日も食べるのが楽しみなんですよ、私。美味しそう。Hello, welcome. Hi. What's the popular menu here? Let's say something sweet, I'd recommend the custard cream pan over here. Ah, custard cream だ。Something savory, I'd recommend all of these coffee pan, and then I'd also recommend the curry pan. Curry pan. There we go. Excited.今お店の人がおすすめのメニューを持ってきてくれました。食べてみたいと思います。これがソルト&バターロールっていって、日本で一番人気なんだって。ソルト&バターロールからいただきます。すごい美味しい。なんかアメリカのパンと違って、あの優しい日本の味がします。でこれがアメリカで人気のカレーパン。うん、しっかりとしたカレーの味がします。美味しい。お肉もちゃんと入ってる、うん、デル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 、ストロベリークロッサンって言って、カナが一番好きなクロッサンで、で最後のこれが今旬のメニューのアップルパイで、日本の味なんだって。超楽しみ。クリームが甘すぎずにバニラビーンズも入ってて、めちゃくちゃ美味しい。全部食べちゃって美味しい。このためにアナハイム来れる。NEXT。はい、そして次はコーヒーバーに来ました。カナね、すごいコーヒーが大好きなんだけど、ここのコーヒーもすごい美味しくて、グランドワークっていうコーヒー屋さんのコーヒーを提供してて、オーガニックなので、オーガニックなのにお値段はすごくお手頃なので、試してみたいと思います。今回はコールドブリューを試してみたいと思います。はい、ここまで見てくれたみんなありがとう。本当にね、お店の人もすごい素敵だし、ディズニーランドまで近いという完璧なね、ロケーションだし、みんなにもおすすめの場所で、なんとね、こんな感じでイベントもよくやってるので、ぜひお近くの方は来てみてください。それでは私のインスタグラムと岡山工房さんのインスタグラムもぜひチェックしてみてください。そして今回カメラマンをやってくれた私の友達ディエゴのインスタグラムをチェックしてみてくれると嬉しいです。それでは以上、カナでした。 Love you。